先端さん次第ですね、もうここまで来ると。まあでも一応議論続きましょう。私も、あ、そういうこと？議論続きましょう。バーチャル、バーチャルアマンガス。30秒でちょっとやるか。はい。あ、いつ？いやー、うまかったな。マジでわからんかったな。タイミングとかもあったと思うけど。青。んーしゅっ。んーしゅっ。やってる場合じゃない。青。わおーわおーわおー。青き。青き、青きオレンジさん。ヤクルト。楽しんでそうな。ロバー死んでんじゃないこれ。黄緑。ピン、紫。はい。はい。はい。あ、サントスです。ロアエンジンの入り口でレポート光ったんで、ちょっと若干見えなかったんですけども、入り口、はい、ロアエンジンの入り口でとりあえず光りました。入り口ってどっちですかね？あ、ごめんなさい、右手の方です。エレクトリガル側の入り口でレポート光ったんで、押したんで、すみません、目視までできてないです。あ、サントスさんってロアエンジンの上から来た感じですか？いや違います。下からストレージから回って上ロアエンジン通って上抜け落とした瞬間にレポートが光ったんでうんと思って下ちょっと下がって押してみた感じ。あ、そうですね。サントスさん、私多分ストレージの上あたりのところですれ違ってそっちに向かった感じだった。あ、はい、黒川誰とも会ってないんでどういう動きしてたか言うんですけど、はい、まず最初に初手でメッドメインのタスクをやり、その後ウェポンズに行って、そこウェポンズでナビゲーションに向かってる途中ですね今。いやね、うん、マシャカリ喋ります。多分藤宮さんは今回やってないと思ってて、ストレージで作業をしてた後にロアエンジンの方行こうとしてた藤宮さんが後からついてきたんで、多分そうですね、一緒にいました。今回できないかなと思いました。とね、リアクターが鳴る前、僕も誰かと一緒にいたと思うんですけど、どうなったか覚えてないです。あ、俺です、高田。ありがとうございます。高田さんが一緒にいるとこ見ました。はい、私一回シールズくらいです。いやあのね、ちょっと待って、待って。待って。あ、見とせた。あ、ごめんなさい、気づかなかった。あ、ごめんなさい。待って、ね、あのアドミン見てたんですよ、僕。はいはい。で、リアクターがあの慣れ前から前に2から1になったんですよ、ロアエンジン。で、これロアエンジン多分死んでるなと思ったらリアクターが途中になって、そこでサワヤンさんと高田さんと、ジンさんかながいてストレージに、で、はい、一緒に向かってサントさんがその前かで、そうですね、私が先頭、ロアエンジンにいるだろうなと思ってなって、やっぱロアエンジンだろうなって感じでしたね。まあ、浮いてる人はあれだ、ブレージさん。あ、僕、エレクトリカルまで直前まで作業してて、で、ちょうどエレクトリカル入り口ら辺で、通報ありました。ん？あと、いたっけ？だから、高田さんと沢山さんのその前のアリバイが欲しい。あれも好きなさそう、これ。高田さんと沢山さんのその前の行動が知りたい。なんか回ってたからな。はいはい、ありがとうございます。いや、もっとアベレージさんとマシアカリさんの話詰めた方がいいと思いますよ。うん、あのアベレージさん、エレクトリカル前にいました？はい、いました、いました、ちょうど入り口横らへんですね。僕と藤宮さん、藤宮さん見ました？アベレージさん。藤宮さんわかんないんですけど、マシャカリさんギリギリ見えたかな。多分どっちか水色か青かが見えたと思います。それちょっとおかしいと思ってて、僕ロアエンジンの入り口、はいはい、ストレージからロアエンジンの入り口の前まで来て、で光ったんで、僕見て後ろいるんだったら藤宮さんもほぼ同じ距離にいたんで、ほぼ後ろにいました。だから藤宮さん見てないのおかしいと思ってて、アベレージさんが僕を見たんだったら、はいはいはい、時系列的になんか言ってることを食い違ってるなと思いました。そこまで僕見えます？逆に。いや、僕を見てんだったら藤宮さんも見えてると思います。あ、距離的にってことですか？あ、そうです、そうです。だから、はい、僕だけ見たっていうのがおかしくて、藤宮さんと僕を見たっていうんだったらまだ整合性が取れるんですけど、うんうんうん、
アベレージさん、ちょっと。やったな。あ、まあでも、やったな。やったな、アベレージ。いや、でも確かに、そう言われたらしょうがないんですけど、ただタイミングがあったかもしれないんで。まあまあ、でも、まあ、別にそんな重要じゃないと思ってね。まあ、そう。ラグとかもあるし、まあ、そうですね。片方だけ見たっていう得がそんなにないので、犯人であって。だし、それで白くなるわけでもないんで、別に。アベレージさんって、はい、本当にどの位置でレポートがなったの、このタイミングって。エレクトリカル入り口横ら辺ですね。入り口横、入り口横、廊下側ですね。だとしたら、はい、まあいいや、俺はもうアベレージに投票しました。お、僕は白別に拾えるかな、うん、白拾えるし、黒でもないと思ってる、白拾える要素って逆にどこですか。そうね、先端自身がエレクトリカルの前を通過しているのにアベレージの発言が白取れる理由があんまりよくわかんないけど、普通にタイミングじゃないですか、それは。でもエレクトリカルの入り口でレポートなったんだったら、その最終位置がエレクトリカル入り口前を通ったのは先端と俺ともう一人誰だっけ、沢山さんだから、うん、僕もアベレージさん入れますね。藤宮さんも見てないって言うんで二人とも見てないから。なるほどね。じゃあ一応僕高田さんとセットで行動します。オッケーオッケー、じゃあ、はい、お願いします。それでわかりました。いや、時間足りんかったけど、どっちかっていうとそのリアクター鳴る前のアリバイを洗いたかったんだけどな。はい、これ押す、この人にもっと押してもらわないとあれだね。だとしても後出しだしな、ハベレージさん。別にみんな見たって言えばよくない？一人だけ見たって言って得があるのか。考えすぎかな。黒紫、やっぱ別に疑ってもないし白とも思ってないしって感じだな。キャラクター側に行かなかったっけ、しかも犯人違ったっけな。ちょっと自信がない。はいはいはい、マシャ、マシャからしてました。アドミンの中ですね、外じゃなく中の、アドミンの中から見て左上でマシャカリさんが死んでました。マシャ、おそらく停電中にサクッとやってどっか逃げたんじゃないかなと思います。とりあえず今回あ、ごめんなさい、先いいですか。あ、いいですよ、アベリーさん。あ、すいません、ありがとうございます。高田さんと一緒にずっと行動してました。で、メッドベイで最後、行動してて、で僕たちがメッドベイ入る前に、クロムさんが、タスクをやってて、で最後出てきてって感じでした。まあ、なんでとりあえず今回は、はい、僕らはクロムさんも無理ってことですね。僕もセキュリティでそれを見てたので、あ、そうですね、カメラ、はい、アピールしてました。はい、クロムが出てきたのってアベレージさん完全に見たの？途中すれ違いました。メッドベイの入り口で停電中だったんですけど、うんうん、一瞬アベレージさん高田さんがいたのは確認してます。まあ今日の犯人詰めましょう。カメラ見てたのはなんかそのアドミに入るマシャカリさんとか他の人とか見てないですか？アドミ付近にマシャカリさんがいたのは見たんですけど、他は見てないです。カメラ何秒くらい見てました？結構ちょこちょこ離れたり見たりしてたんで。ああ、なるほど、なるほどね。じゃあ他の人の、はい、ジンが配電盤を直しました。ユノです。その前の行動は、左回りに行って、入ってサワヤンさんを見かけて、サワヤンさんが先に出て行って直した時にサワヤンさんがまた入ってきたぐらいです。1回目の停電と2回目の停電どっちなんですかね。1回目は僕が直しました。1回目は僕が直しました。そうですよね、サワヤンさんが直してる直前だと思いますよ。じゃあ2回目か。2回目は多分絶対ジンさん僕見てるんで。そうですね、アントさん浮いてる。もう1回やります。ボタンも消費しました。ボタン押してください。基本みんな押すぐらいの意識でお願いします。了解です。アントさんとサワヤンさん浮いてるか。最初の犯行サワヤンさんも一応可能な気がするんだよな。でも話したいけどちょっと時間足りねえな。
はい。はい。ありがとうございます。確かにカメラは光ってた気がするから、うん、カメラは、そうですね、光ってたんで無理ですし、高田さんと多分それ一緒になんかわちゃわちゃしてて、うん、た時にって感じですかね。うん、まあ、別にカメラが光ってたのはそうタイプだ。あとサントさん、アリバイ。はい、私だいぶ早めに1回目の前かな、アドミン行って、その後出て、ストレージ、コミュニケーションで、ストレージもう1回戻ってる間くらいで2回目停電だったかなっていう感じなんで、あの中央下らへんぐらいでうろうろしたんで、結構位置的には、はい、あの怪しい位置にいると思ってます。え、2回目の後ですか？ん？どの時ですか？停電の2回目の後でストレージの下でうろうろしたんですか？ストレージのうろうろっていうか、あのガチャのとこですよ。黒か黒も見てないんですけど、それ。あんたさんそれ。黒川さん、そこにいました？いや、エレクトリカルとストレージとコミュニケーション、ストレージからコミュニケーションに行ったはずなんですけどね。時系列が違うのかな、じゃあ。え？メッドベイにいたんじゃないの？黒川さん。え？クロムさん、メッドベイにいたからしろって話なかったの？だから、多分勘違いされてると思うんですけど、1回目の停電の時に、アベレージさん、高田さんを見てます。で、その後に、カフェテリア下行って、ストレージ、行ってエレクトリカル、うん、そのでエレクトリカルの1回目の停電終わり、ストレージ、どうだったかな、わかんない、そこの1回目と2回目の間は覚えてないけど、2回目の後は、停電の後はストレージコミュニケーションに行ったときに、サントスさんは見てないですけど。あ、でも、停電中、黒川さんも黒いじゃないですか、うん、だから別に、なんで強くなってるのかわかんなかったよ、黒川君。なんか、でもなんか、停電中にギリ視界に入らなくもないかなぐらいなんで、なんかまあ確かに。あ、でも2回目の停電は俺が一瞬で直したんで。あ、比較的早かったですね、確かに。あの、全部縮まる前に直したんです。人増えないと分からん。まあ、実際いつ死んでるか分かんないしな。もうボタンが押せません、黒か黒。阿部です。お願いいたします。が話したいっす。いや、だからしな、サマヤンさんも一応容疑者ではあるけど、死んだタイミングわかんないんだよな。あー、誰もいねえ。何の意識が低い。誰も来ねえ。いや、もうもはや今押しても遅いか。あ、ジンさんか。いやー、ここで押すのか。でも藤宮さんって容疑ありましたっけ、なんか。僕はさっきの犯行に関してはカメラ見てたので。し、1回目もないんじゃないですか。1回目も。あ、ちなみにサントス、今回かなり藤宮さんと一緒にいたんで、できないんじゃないかなとは思ってます。押してますけど、はい。なんで消しではなさそうかなというふうには見えますけど。先に行くんですけど、うん、もうちょっとボタンを。押してほしいですね。誰も残ってなかったから、うん、ボタンを押さないと次の犯行が今みたいになっちゃうから、もうずっといてもらって押してもらった方がいいですね。で、死体の位置がセキュリティですね。セキュリティ、はい、セキュリティ。アドミン見てて、O2 が鳴った時にエレクトリカル1、セキュリティ1だったんで、エレクトリカルで死んでるかなと思ったら、サントスさんが出てきて違くて、もう一回アドミン行って、でセキュリティ1残ってたのに、カメラがついてなかったから多分セキュリティで死んでます、うん、さんが。エレクトリから出てきてるんだったら別にイベントの可能性あるんじゃないですか。そんなことはない。いや、11、ま、あ、まあ、そうですね、一応それの辻褄は合いますね。はい、
私はエレクトリカルやってて O2 になって向かって、そこから藤宮さんとほぼ一緒だったんで、なんかその前にっていうのだったら、はい、別庁できるついつまにはなりますが、その後は一応藤宮さんと一緒にいたみたいな感じです。 O2 の上の方直しに行くのに一緒に行ったみたいな感じ、うん、高田さんと阿部さんはもうずっと一緒、ずっと一緒でしたね。で、あとリアクターも途中直して、で、あれ、なんか僕と高田さん直したけど、なんかもう一人確か誰かいたっけ、誰だっけ、高田さん覚えてます？ O2? O2?あ、違う、ごめんなさい、リアクターだ、リアクター。リアクター、なだっけ、今回。そう。いや、なってない。なってない。なってない。あ、それ前の時？そう。多分、アベレンジさん怪しいんじゃないかな。O2 のアドミン側解除したのって誰ですか？はい、黒川が解除しました。沢谷さんが最後、カフェテラ左から右に行ってたから。先端か沢谷じゃない？可能だなと思ったけど。2択でしょ、これ。ちょっと怪しいな。2択だと思う。あ、そうなの。ボタン押して、ボタン押して、ボタン押せない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 、ボタン押して、みんな押して、みんな押して。僕、ボタン。僕になるの？え、なんで先端さんが怪しくなったんですか？え、浮いてない、だって高田とアベレージ一緒にいて、藤宮とサントスが一緒にいたわけでしょ。でもアドミンには、アドミン最初から結構あの O2 なる前時点にはアドミンにはすでに先端さんがいたんですよ。いや、じゃなくて死体を、ではお互いに白証明できていない人間しか殺せないわけじゃん。なんで沢谷さんが除外されてるのかがわかんない。え、だから沢谷先端って言ったよ俺。うん、あ、他にアドミン見た人って、今そうすれば先端さんのアドミン情報との一致があると思うんですけど、あのアドミン見た人多分盤面上何も間違ったこと言ってないけど、あ、どの容疑にかかってんの僕は今の。ジンさんいる、うん、一応可能か、サントスさんとすれ違った時に弁当使うってこと。え、だから切るタイミング分かんなくないか。分かりますよ、うん、あの O2 なる前ですね。エレクトリカル1セキュリティ1だったから、それでサントさんとすれ違って、うん、違ったと思って戻って、もう一回頭に見てセキュリティ行ってるから、セキュリティ今ちょっとしてないけど、僕ちょっと、うん、はい、白照明うまくできないかもしれないですけど、カフェテリアからアッパーエンジンの方にまだタスクが3つほど残ってて、それで向かってる途中だったことしか言えないです。でカフェテリアの前の扉が閉じられたんですよね。で、それでずっとカフェテリアの前で待ってて、まだ開かないかなってずっと待ってて、開いて入った瞬間に多分その死体が発見されて終わったところでした。僕は単独行動だったんで。ただまあ、もし僕疑ってる方がいたら、僕アッパーエンジンにタスクがまだ2つか3つか残ってるんで、それでついてきてくれたら、僕はマジでガチの白核なん、まあなんですか、それしか言えないですけど。ちなみにボタン消費しまくりだから、ワンツリミスったら負けです、うん、そうですね、負けか。じゃあ一緒に行動しましょうか、沢谷さんと。はい、僕絶対白です、約束します。なるほど、いいっすね。まあボタンはそんな気にしなくていいと思うけど、レポートもあるし。6人番目で負けかくなっちゃうんでダメです。いや、危です、ミートします。いいと思うけどな、ナワケイさんの仕方が違うんだよね。ボタン押したときしか処刑できない計算になってるから。誰か死んだときに。血釣りの計算になっちゃってる気がするんだよな、高田さんの理論だと。理論上そうだけど、絶対レポートを見つけるタイミングがあるから。そうだね、でもね、しっかり。
ミュート大丈夫ですかね。はい。あ、センターさん見られてます。あ、それ。はい。高田アベレージ発見しました。で、あ、高田さん、いや、いる、僕います。大丈夫ですか。カフェテリアの、ストレージ行く途中の入り口らへんですね。カフェテリア側の入り口です。で、藤宮さんでしたっけ。そうです。藤宮さん、はい、青だから。が、死んでました。なんで、とりあえず、安倍高田は無理です。リアクター。沢谷さんは無理です。先端の沢谷さん無理です。はい。リアクター出ようとしたとき、閉じ込められた記憶があったんですけど、合ってます合ってますよね。リアクター。いや、俺視点高田さん、あ、高田さんじゃない。サントスタンシは無理だな、俺。先端沢谷は一体どこから来たのじゃあ。どういう経路沢谷さんが喋ってください、ちなみに。はい。僕はロアエンジンからリアクターの方に向かっていきました。あ、その前です、その前です。エレクトリカルで沢谷さんと先端さんが俺とすれ違ってると思うんで、その前どうやって来たか、沢谷さんの口から説明してもらっていいですか。エレクトリカルのところで僕が、どなたとすれ違ったって今おっしゃいました。あ、俺と、あ、高田さん、そうそう、高田さん、高田さん、高田さんと僕が、その時はでも最初だから僕言った通りアッパーエンジンで僕まずタスクをやって、でその後にロアエンジンの方のタスクをやって、その後ストレージの方にあの石油積むタスクがあったんで、でその石油を入れて、でまた、あ、往復してたんですか。はい、往復してました僕。最後にやきたいたん誰だったっけ。ずっとそれ先端さんが見てたんで。あ、私いました。クロムいます。間違いないと思います。サントスといました。二択だね、クロムさんとサントスさんの。いや、俺だってでもずっとセキュリティにいたんすよ。俺ずっとセキュリティにいてカメラ光ってるのも確認できるはずなんですけど。光ってたね。じゃあサントスさんに。え、マジ、え、マジ。これ負けじゃない。大丈夫かな。アベレージ高田ある。高田さんの今の質問よく分かんなくね。てか僕ちょっと言えなかったからな、それ言われると。ずっと二浪ってたってこと。いいかな。サンサン垂れてた。いいのか。高田アベレージ。あ、聞こえます。はいはい。アベレージと高田の2択になりますね、足し点は。そうです。あ、目の前で。そう、俺はアベレージさん師匠になるんで、そうなります、ね、多分アベレージは多分俺師匠にしてくると思うから。そうっすね、目の前だったんで、まあローラーでいいけど、これ多分タイミングってか順番間違ったら普通に負けますよね。負け。高田さんの最後の沢谷さんに聞いた質問の人は何ですか。二郎ってたんですか、沢谷さんと僕の。そう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 。すれ違い違いエレクトリカルの前だから、一応殺しのタイミングとしてはありえるから。クロムは、セキュリティにいるの 俺らは見てたから。そうですね、カメラ起動してました。そうそうそう、起動してるの見てたから。どういう経緯でペアになったんでしたっけ。どこの殺しだったっけ。僕と高田さんでしたっけ。うん、高田アベレージは俺が多分アベレージを疑ったから。そうですね、高田さんが疑ったんで。どこの誰容疑だったっけ。一番最初です、アベレージさんの容疑は。最初の、どこ、場所、場所、場所と誰。ロアエンジンで、アベレージさんがエレクトリカルにいた時のとこ。あ、そう、で、ペアになりました。あ、そう、なので、アベレージは、そう、アベレージの主張が絶対におかしいから、うん、誰かしらを見てないと不自然だから。そうですね、で、高田さんがそういう主張で、じゃあ一緒に行動しましょうってことで、一緒に行動になってましたね。まあ、なんで、そうなると僕不利なんだよな。めちゃくちゃ落ちまくってる。え、お、落ちた。やば。え、嘘。そんな。あら、なんでこれセンターさん次第ですね。もう落ちた僕も。え、嘘、何それ。マルチプレイ2000。嘘でしょ。じゃあじゃあじゃあアベレージさんに入れます、黒川クロムは。嘘で、こんないいタイミングで落ちるのね。マジ。センターさんどうしますか。いや無理じゃない。あ、そうか。だって落ちてます。
いや、落ちます。まあでも一応議論続きましょう。私も落ちます。議論続きましょう。バーチャルアマンガス。逆にセンターさん、今どっちの方が黒いの？何だ、時間決めるか。何秒ぐらいあった後。いや、もう多分、でも結構経ってたよ。3、4秒ぐらい。あと30秒ぐらい。30秒ぐらい。30秒で伝えるか。はい。あ、いいっすね。じゃあ、行きます。いや、いいっすね。はい。あ、だから俺の主張は、アベレージがやっぱ、はい、初日の時にエレクトリカルで誰も見ていないという主張は通らない。俺とセンターも通ったし、うんうん、サワヤンさんも多分エレクトリカルの前を通ってレポートがなってるから、レポートから今実施します。いや、僕の主張としては誰も見てないじゃなくて、藤宮さんとマシャカリさん、はい、アベレージさんに入れます、俺は。じゃあ合わせるか、合わせかな、じゃあ。ダメじゃん、それ、聞いてよじゃあ、藤宮さんとマシャカリさんのペアが見えました。で、僕がそのマシャカリさんに詰められたのが、なんでその、ビビビビビ。ダメだよ、もう。アベレージさんに入れます。あー、負けた。あー、終わりだよ、この村。トゥルル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 。続かないかどっちなんだどっちですか、アベレージさん。 You win! ビクトリーアベレージさんか。ナイスです。なんでセンターさんそんなすぐタイマー出せるんですか。確かにちょっと気持ち悪かった今。なんで気持ち悪かった。いいじゃん。めっちゃ面白いね今の。普通に人狼ゲームになってましたね。人狼でしたね。あ、ちなみに もう一人はサントスです。はい、サントスさんでした。うん、いやでもごめんなさい、最初僕のせいで。見たのアベレージさんだって本当に来てない感じの主張だったから、はい、多分どこ行ったんだったよね。そうですね、僕セキュリティーマスター。あのエレクトリカルの前5人通過してるのに誰一人として過ごせた。絶対いなかったんだろうなと。そうなんですよね。最初のキルアベレージさんですか。最初僕あのロアエンジンで殺して、でエレクトリカルまで行っちゃったんで多分誰か見られてるなと思って、で最終位置がセキュリティだったんで、もうそのまま行ったことにしようと思いました。え、でもこれ、え、ゲーム上引き分けでしょ。マジかよ。いや、ノーカウントですよ。ノーカウントじゃない、ノーカウントあ、じゃあまあ、動画でいい感じに編集しよう。そこは引き分けにしたいな。イラクラにしたいと、最後、イラクラとか。まあでもいい試合でしたね、なんか、最後まで。最後、怒涛のオチが面白かった。みんな。